ラジカとは、マイクロソフト Windows 上で動作するネットユーティリティソフトウェアである。パソコンで、ラジオ放送を聴取できるサービス、ラジコ .jp、NHK サイマル放送、ラジルラジル、全国各地のコミュニティ FM 局などがサイマル放送している、サイマルラジオなどのラジオ番組の聴取、録音ができるソフトウェア。ソフトウェアを動作させるためには、 ネットフレームワーク 3.5SP1 よびマイクロソフトダークテックス9 0 c が必要。画面はラジオ局、タスク、スケジュールの3つのタブに分かれている。ラジオ局タブ内には登録したラジオ局で現在放送されている番組がリスト形式で表示される。リストの右クリックメニューから録音を開始するとタスクタブ内に録音中の番組がリスト形式で表示され。 録音時間などを確認できる。スケジュールの追加、または番組表から番組を予約すると、スケジュールに予約番組が登録され、予約時間になると自動的に録音を開始する機能を備えている。予約録音完了後は自動で本ソフトを終了させたり、Windows をシャットダウンさせるなどの電源操作も行える。予約録音を設定した際は Windows が サスペンド状態でも復帰させて、録音を開始してくれる。また、複数の番組を同時に録音することも可能である。ネットストリーミングラジオのほか、各社の USB ラジオチューナーにも対応している。録音した番組は、指定した形式で、本ソフトのインストールフォルダへ、年月日、曜日、録音開始時刻、番組名の付加されたファイル名で保存される。 録音可能形式は MP3, MP4, MP AAC, FLV, WAV。ありがとうございます。